流した涙があった決して平らな道ではなかったけれど確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今もレフト行った。これは伸びた。プロ一号中断のホームに上げました横浜でプロ一号が出ました。分からなくなりました。嬉しい1号白い花見えています。狙っていましたホームラン。バッターボックスはキャプテンの坂本勇人です。外野が前に出てきます。初球から打っていった前進守備の頭上を越えたランナーが一人帰ってきたサヨナラのランナーも帰ってきたジャイアンツサヨナラキャプテンの一振りでジャイアンツが3